皆さん、こんにちは。ビバファッションの司会の愛です。この番組はですね、メンズファッションをとても愛し、そして大好きであるディレクターとバイヤーが熱くメンズファッションの話をさせていただく番組です。今回はですね、多様化するメンズジャケットというタイトルでお話しさせていただいています。ぜひご覧ください。ビバファッション、明るい明るい感じで、かわいい、かわいい、ありがとうございます。今エリザベッタ・フランキーを着させていただいてますね。かわいい、ちょっと素敵なお姫様系。こんにちは。こんにちは。こんにちは。素敵です。今日もよろしくお願いします。素敵な感じでお願いします。はい、じゃあ自己紹介お願いします。あ、すいません、伊勢丹メンズの前野稲葉です。お願いします。コロニークロージングの高田です。よろしくお願いします。はい、私愛です。シンプルですけど愛ちゃんって呼んでくださいね。確かに、なんて呼べるかわかんないですよね。愛ちゃんファンが急増、もう増えてる増えてる、急上昇する。今日はサーモンピンクのセットアップ着ています。かわいい、かわいい、はい。お楽しみいただけたんじゃないですか。です、ね、今日の愛ちゃん、そうですね、はい、今日上品ですね。そうですね、はい、私やはりパリから来ましたので、あ、設定がよくわからないモードになってきてますが、うんうん、今日お上品、お上品モードで、ああ、だから皆様もお上品に、もちろんです。なんとかの部屋っぽい感じ、なんとかの部屋っぽい、そうですよ皆さん、今日お上品な回なんです。実は上品の、上品な回というのも、というのも、はい、前回はカジュアルなジャケット、はい、だったんですけど、今回はどんなジャケットかというと、その人の魅力に合わせて、もっとそのジャケットを着合わせをできやすくして、ちょっと日本語おかしいんですけど、はい、おかしいな、でも上品さも保ってて、うん、で魅力をもっとアップしてジャケットを着ることができるっていう回なんです、うん、そうですね、つまり上品の回です。上品の回、上品の回だそうです。そうでございます、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。だからそうですよ、はい、本当にまさに今上品の回なんですけど、上品の回です。ドレスファッションも、うん、まあ、今まで何回かご紹介してきたんですけど、はい、本当に最近は非常にコンテンポラリーな要素だったり、ちょっとデザイン性が強いものだったり、うん、本当にデザイナーさんのこだわりがものすごく詰まってて、うんうん、かつコンテンポラリーみたいなものがめちゃくちゃ増えてきたので、ジャケットの、ね、固定概念が変わってきたんですよね。ジャケットのセットアップも含めて変わってきたので、うん、今回その新しいところというか、はい、まあ、面白いところを何点かご紹介できればなと思ってます。ぜひぜひ、ワクワクしてます。結構僕も高田さんも好きなブランドもそうですね、たくさんありって感じですよね、うん、じゃあ今日また新しいブランド、はい、はい、じゃあまずは、はい、1つ目はこれ結構イタリアブランド好きの方は非常に馴染みがあるブランドなんですけど、はい、なんかトレンチコートみたいですね、はい、ジジっていうジジ、このタグです。ザ・ジジ、ザ・ジジ、かわいいジジっていうブランドで、これイタリアの、まあ、ブランドでして、もともとボリオリをやってた方が、まあ、新しく立ち上げたブランドで、ということはボリオリってことは洗濯ができるってことですか。あ、まあ、製品染めで有名な、さすが、さすが、すごい、そうですよ、私は今上品の上品の女だから何を作るかよく分かりませんけど、さすが、はい、そのでも、はい、ジジさんが、はい、を今やりたいというか、まあ洋服を体現しているブランドで、うんうんうん、これ八つボタンの8ボタン、はい、すごい珍しくないですか、のダブルになってるんですよ、はい、はいはい、ですか、こっちか、あ、そうですね、はい、八つボタンのダブルになっていて、うん、珍しいですね、はい、でこれジギーっていうモデルで、ジジのそのモデル名がジギーっていうモデルで、はい、まあ、非常にこのブランドの一番アイコンとなる形かなというふうに思ってます。サクッと切れそうですね、はい、でこれも、まあ、8ボタン8個のボタンがついているダブルブレストで特徴的なディテールと、あとは非常にこう副子材もこう薄くて軽い仕立てになっているので、まあ、着用感も非常にいいんじゃないかなっていうような、この裏のこの袖のここの部分がすごい可愛いですね。あ、そうですね、袖裏もまあちゃんとついてるんで、滑りがいいですよね。そう、滑りが良くなってたり、そういうことで、はい、なるほどね。っていうこれもすごく人気のあるモデルなんですけど、はい、やっぱりこれもちょっとワイドパンツとか、うん、インナーもカットソーでもいいですし、というのと合わせながらちょっと今っぽい
スタイリングができるんじゃないかなって、うん、かっこいい大人っぽい感じですね、はい、かっこいいですよね、かっこいいです、うん、でもう一つこれも、はい、ジジから、あ、うん、ジジからまたさっきと違う感じですね、はい、これはシングルなんですけど、はい、スターマンっていうモデルですかね、スターマン、はい、でこれはちょっとポイントなのが、はい、あんまりこう絞りがないんですよ、このウエストのシェイプがなくて、ね、ちょっとこうゆったり羽織れるような感じになってるんです、うんうんうん、ちょっと着てみましょうか、はい、ぜひぜひ、結構このねステッチとかも特徴なんですよ、こう表にちゃんとしっかりステッチが、うん、あと後ろのセンターラインも可愛いですね、てそうですそうです、でこれほらセンターベント、今まで両方にベントがついてるサイドベンツっていうのが多かったんですけど、これはもうちょっとこうワークジャケットのデザインを踏襲しているというか、こういう感じなんですよね、はい、ありがとうございます、おお、あ、可愛い、ちょっとこうゆったりとした、まあ、サイズちょっとワンサイズ大きいかもしれないですけど、はい、あんまりここに絞りがないデザインになってて、はい、こうリラックスできるようなサイジングと、うん、かっこいい、パンツもちょっと太めの、あ、太めなんですね、はい、あとこのドローコードですね、あ、私ね、ゴムのパンツ意外と好きなんですよね、あ、もう最近なので結構増えてます、でこれはもう一周ウエストゴムでぐるりなので、うん、めちゃくちゃこうコンフォートに履けるし、ちょっとこうデザイン性もあって上品ですね、上品なんです、上品なんですよ、上品な回、見た目はやっぱりスーツなんです、はい、上品、ね、上品なんです、上品なんです、ストライプが本当にスーツに使う生地なんですけど、うん、このパンツのデザインもそうだし、ジャケットのデザインもこうちょっとこうカジュアルにすることで、その見え方がやっぱり全く新しくなりますね、うん、でも本当に上品に見えます、うん、そうですね、スーツのカチッとしたイメージっていうのをもう少しこう柔らかくしてくれる、これもやっぱり進化してる一つ、はい、いろんな幅広いスタイルに対応化ってことですね、そうです、対応、うん、そう、いろんな幅広いスタイルに対応してくれる形なんじゃないかなという、はい、そう、はい、オーバーサイズが、まあ、ファッションで見たらメンズでも結構大きいトレンドなんですけど、もともとそのテイラードのジャケットって、まあ、やっぱりあんまりそういったアイテムがなかったりしてるのがちょっとずつ増えてきてるんですけど、はい、まあ、しっかりこのテーラリングの技術を残しながら、ちょっとこうゆったりとしたフィッティング、うん、オーバーサイズまでいかないんですけど、なんとなくこうリラックスした見え方になるみたいなのがちょっと今っぽいんじゃないかなっていうふうに思ってますね、かっこいい、はい、はい、うんうん、じゃあ次のご紹介ですね、はい、これが、はい、あ、今こういうスタイルすごい女性も大人気で、はい、これが、はい、かわいい、すごくかわいい、インスピンクトという、これ日本のブランドですよね、そうですね、はい、ストラスブルゴさんの、オリジナルブランドって言っていいのかな、うん、はい、ストラスブルゴさんで売ってるブランドですね、でこれもこうワークジャケットを踏襲した、はい、ぜひぜひ、まあ、ディテールですよね、ツーポケットの、はい、ちょっとこう、はい、襟の形も着用して見ていただいて、はい、嬉しい、これすごいかわいいと思いました、これも要は上下かわいいセットアップなんですけど、はい、いわゆるそのスーツみたいな、うんうん、そういうカチッとしたものとはもう全く異なる、完全にカジュアルなそういうセットアップ、かわいいです、だからこういうのもやっぱり増えてるのがやっぱ特徴です ね、 そうですよね、今こういうの女性にも人気なんで、うんうん、こういうショート丈のジャケットが、うん、でこのコットンのまあすごい硬い、はい、あの素材なんですけど、こういうのもやっぱちょっとワークジャケットに非常に合うあの素材も使ってて、はい、でパンツもまあちょっとこの、まあ、グルカっぽい仕様ですかね、トモジのベルトがついてて面白いですよね、あ、本当だ、トモジ、そうですね、トモジのベルトがついてて、で、あ、ウエストゴム、後ろはゴムになっているっていう、じゃあ履きやすいですね、そうですね、だからちょっとコンフォートとこのワークっぽいディテールを組み合わせるみたいな、さっきのジジもそうですけど、っていうものも結構増えてきてますよね、そうですね、そうですね、そう、めちゃくちゃいいと思います、インスピン、あの本当に私こういうジャケットを着てる男性かっこいいと思います、はい、すごいおしゃれじゃないですか、でもやっぱりちょっとあれですね、似合う人と、稲葉さんは似合ってるんですけど、似合う人と似合わない人がいるかもしれない、難しくないですか、ちょっと、うん、そうですね、まあ、形がやっぱり特徴的、大きい、うん、ちょっとこうオーバーサイズだったりするんで、なるべく、まあ、多分見慣れない人は本当に最初来た時に見慣れないかなと思うんですけど、うんうんうん、本当シンプルに例えばさっきのこのセットアップになんか T シャツとかで合わせてもらえれば全然いいんじゃないかなと思いますし、逆にこういうセットアップってさっきのもそうなんですけど、ジャケットはジャケットだけとかパンツはパンツだけで使えるっていうのも、うん、あ、そうですね、バラバラでね、いいところですよ、はい、でも
これ何ですか、なんかイメージではもしセットアップできたらキャップをかぶって、はい、バーンズのスニーカーっていうイメージになっちゃう。ああ、いいですね。そうですそうです。可愛いですか。いいと思います。いいと思います。これ腕まくってきても可愛いですよね、こうやってね。そうですね、いいと思います。あ、おしゃれ。そう、だからちゃんとカチッとしてるものじゃないので、うん、本当に愛ちゃんが言ったみたいな、そういうすごくカジュアルな合わせ方もいいし、うんうん、逆にこういうのに対してその革靴を合わせてちょっと、ね、そうそう、上品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 コーディネートするっていうのもなんか面白いんじゃないかなっていうのは、うん、そうですね、思います。意外とサイズ感も包含できるというか、もちろんサイズ合わせた方がいいんですけど、はい、ちょっと大きく着てもいいし、はい、ジャストサイズで着てもいいしっていうので、そう、着回しも意外としやすいので、うん、ぜひチャレンジしてみていただきたいですよね、うん、はい、こちら最後1点ありますね。はい。